場所はどこでも OK です。鈴木トレンの皆さんも、そして傘踊りの皆さんも、もう自由な場所で年度枠を超えまして、一緒に盛り上がって明日の一戦を踊りへと、その熱をつなげていきましょう。シャンシャン祭っていうの初めて知ったけど、これ相当ハードだよ。多分10曲20曲踊ってるような気するけどね。年度の皆さんも多分北海道よさこいソーランより相当ハードなものだと思います。これもう1時間ぶっ通して踊ってる。皆さん盛り上げていただきたいと思います。前夜祭でこれだけ盛り上がっても大丈夫かというくらい皆さん盛り上がって、明日の一斉ガサ踊りへと伝えてまいりましょう。オープニングではかなり強い波が降っておりまして、仮想踊りの皆さんにもちょっとね、今日はの途中でパフォーマンスお願いすることできませんでしたが、ラストでは雨も上がっております。思いっきり皆さん熱い踊りを披露いただきたいと思います。さあ、ステージ前にも傘の雨が咲いております。鈴っ子の鈴と傘の鈴、皆さん一緒にですね、大きな音で明日の一斉仮想踊りとつなげてまいりましょう。踊り子の皆さんだけでなく、ご来場のお客様も一緒に楽しんでいただきましょう。続いての曲が第50回鳥取シャンシャン祭り前夜祭フィナーレの曲となります。そうだ、さっきのフィナーレって言った気がするんだけどな。気持ちが伝わってきました。大丈夫です。さあ、フィナーレ。さあ、最後の一曲に10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート！さあ、フィナーレの一曲、平成トップロット。皆さんも大きな手拍子から盛り上げて、皆さん盛り上がってますか？大きな手拍子をお願いします。
前夜祭のフィナーレ、皆さん盛り上げていただきましてありがとうございました。スンプの皆さん、そしてカブロートの皆さんも本当にありがとうございます。ありがとうございました。さあ、第50回の通信社祭りフィナーレ、皆さんの安くご覧いただきましたが、スケージにはとっている社祭り振興会会長の深澤義彦市長と審査委員長の三坂先生、そして第17回シャンシャンスズメ大使の神様にもお越しいただきました。